皆さん、本日10月24日は何の日だかご存知ですか？10月24日は手に幸せで文鳥の日なんです。今日は文鳥の日ということで、鳥くさいチャンネルいつもの飼育情報ではなく、特別企画として文鳥の可愛いを100連発お送りします。文鳥と暮らしてらっしゃる方はもちろん、これから文鳥をお迎えしようかなと考えてらっしゃる方にもお楽しみいただけると嬉しいです。そして動画の最後には僕片山ひとしからの独占告白もあります。こちらもどうぞお楽しみに。それでは文鳥の可愛い100連発行ってみましょう。お迎え初日から怒ってて可愛い。ヒナでも勝ち気な表情で可愛い。手の中で眠って可愛い。鏡の中の自分にうっとりしちゃって可愛い。ヒナでも険しい顔して可愛い。箱の中に入るのが好きで可愛い。上からこっそり撮影してもすぐに気づいて可愛い。指の間から顔出して可愛い。メガネに執着して可愛い。たまに置物になっちゃって可愛い。キーボードの上で眠り始めて可愛い。豆苗の上に乗っちゃって可愛い。手乗りで眠って可愛い。体重測ってる最中でもカメラ目線くれて可愛い。パーカーの中に隠れちゃって可愛い。首をかしげると世界一可愛い。文鳥の飼育所に興味あって可愛い。キューキューと寂しそうに鳴くから、お休みカバーを開けてあげると威嚇してきて可愛い。首がすごいことになって可愛い。体伸びすぎて可愛い。挿絵をねだる表情が可愛い。桜文鳥のひな、綿ぼこりみたいで可愛い。文鳥のひな、ご飯食べたらすぐに眠くなって可愛い。初めての水浴び可愛い。水浴びする場所間違えてて可愛い。初対面お互い意識していて可愛い。ひな飼うの真っ最中でも可愛い。恋心芽生えてきて可愛い。残像すら可愛い。ゲーム邪魔されてても可愛い。野球に全く興味なくて可愛い。隣むっちゃ気になるのに自分の髪型気にならないの可愛い。かゆくてたまらないの可愛い。頭隠してチリ隠さないの可愛い。激しい求愛ダンスを冷静に見つめてて可愛い。自分の可愛い仕草知ってて可愛い。シンクロするごま餅と白玉が可愛い。ウインクして可愛い。ツボみたいなボディで可愛い。隣むっちゃ気になるのに眠くなってて可愛い。首かしげすぎて可愛い。腕から生えてくる文鳥可愛い。新入りのこと気になってて可愛い。餅が餅眺めてて可愛い。餅が餅凝視してて可愛い。真上から女風呂覗いてて可愛い。自分が落ち着ける場所知ってて可愛い。傾いてるのにリラックスできて可愛い。ところ構わず喧嘩して可愛い。水飲む姿が可愛い。すさーが可愛い。おとなしく撫でられてて可愛い。小競り合いが激しすぎて可愛い。鳩場のポーズ決まってて可愛い。おちりもふもふで可愛い。振り向いたら丸くなってこっちを見てて可愛い。容赦なく噛むの可愛い。秘密基地から監視してて可愛い。喧嘩した後そっぽ向くの可愛い。モザイクかけられても白文鳥って分かって可愛い。溶け落ちそうで可愛い。見てて可愛い。ドリル文鳥可愛い。正面顔たまらなく可愛い。おどけた感じのすさーが可愛い。スカートふんわりしてて可愛い。赤い鈴帽子が似合ってて可愛い。読書の秋一緒に楽しめて可愛い。自分の羽で遊ぶの可愛い。桜文鳥の漆黒の頭可愛い。指先温めてくれて可愛い。指でくちばしつままれるのが大好きで可愛い。怒られた。ビデオ通話でも飼い主の声認識してて可愛い。補定の練習に付き合ってくれて可愛い。飼い主の頭に乗った時の天下取ったような顔が可愛い。
名前呼んだだけなのに眼光鋭くて可愛い、頭がボワッと上に伸びるのが可愛い、お金、特にお札が大好きで可愛い、公園で自然の風を浴びてリラックスするのが可愛い、爪切り頑張って可愛い、おやつ譲り合う精神なくて可愛い、遠くから撮影しても可愛い、すごい顔勝手に公開されてて可愛い、思慮深い顔しているのにくちばしにお弁当ついたままで可愛い、眠気と戦っている餅って可愛い、飼い主にもみくちゃにされるの可愛い、病院に行くの不安そうな顔申し訳ないけど可愛い、絶対に iPhone 触らせてくれない時可愛い、握られるの大好きで可愛い、大好きなくせに気持ち素直になれないの可愛い、つくつくの寒宇宙こそ可愛い、鳥類の中で自分が一番強いと思ってるの可愛い、ボワッとするの可愛い、自分の名前の由来知らされて可愛い、朝日に照らされてて可愛い、若い子たちを遠くから見守る後ろ姿が可愛い、はち切れそうで可愛い、大あくびしてくちばしの中丸見えなの可愛いうちの文鳥昆布だしの香りがして可愛い、手に幸せ、文鳥はとにかく可愛いです。お楽しみいただけましたでしょうか、文鳥の可愛い100連発。最後に僕からの告白です。僕が世界で一番好きな鳥は文鳥です。我が家のポテト君、ナスビ君、くるみちゃんには絶対に絶対に内緒ですよそれではまた、鳥くさいチャンネル、片山ひとしと文鳥の日おめでとう、ラムネくんでした。うん、いい香り。